越中宮崎駅は、富山県下新川郡旭町宮崎あざ横田にある、愛の風富山鉄道線の駅である。富山県の最北端の駅及び通年営業の駅としては、富山県最東端の駅である。愛の風富山鉄道線の所属駅であるが、口術の通り当たり駅に停車する列車のほとんどが、隣の市ぶり駅から乗り入れてくる越後ときめき、 鉄道日本海ヒ水ラインの列車である。越中宮崎駅の開業を報ずる新聞記事あたり駅とその東隣の一振利駅間に富山、新潟両県の県境がある。よって、当駅が北陸本線において富山県内で最も東にある駅であり。 富山地域鉄道部の管轄も当駅までとなっていた。駅舎内に開設されている臨時観光案内所、島式ホーム一面二線を持つ地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。JR 時代同様に無人駅である。海側に駅舎が設置されており、ホームへは古戦橋で連絡している。また、かつての出発窓口跡には、 臨時観光案内所が開設されることがある。2015年3月14日、北陸新幹線の金沢延伸時に当駅を含む北陸本線栗原駅一振駅が JR 西日本から経営分離され、当駅は愛の風と山鉄道が管理する最東端の駅となった。ただし、愛の風と山鉄道と越後ときめ鉄道の運転系統の境界を 泊まり駅とした関係で、愛の風と山鉄道の自社列車の当駅への乗り入れは、二往復のみであり、それ以外の列車は、越後ときめき、鉄道からの型乗り入れ列車で閉められる。愛の風と山鉄道転換から12日後に、愛子家及び相互利用を行う交通系、IC カードでの利用が可能になり、2018年以降、JR 西日本山陽本線の南岩国駅、 または、JR 四国予算線の高松駅もしくは、多戸津駅から続いた、愛古家エリアの東源となっている。ただし、利用可能区間は、当駅から北陸本線の大正寺駅までに限られているため、当駅から大正寺駅を越えての利用、または、一部利駅方面へは利用できない。二千十七年三月の、新旅客案内システム導入に伴い、地元の伝統芸能、 鹿島神社チゴマイのメロディをアレンジした白の腰からが到着メロディとして使用開始された。2020年度の1日平均乗車人員は48人である。富山県統計年間及び合いの風富山鉄道発表資料によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。海が近い。宿泊施設や温泉もある。 たらじを出す料理店が数多くある。ありがとうございます。